ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。3年 A、B 組元気があれば何でもできる。さっきから何してる？武田鉄矢さんとアントニオ猪木さんのモノマネ。似てた？全然わからなかったぜ。そのクオリティは本人に怒られるやつだな。モノマネは難しいね。けどモノマネ芸人の人も、本人に怒られたっていう話をちょいちょい聞くよね。あれはなんで怒られたんだろう。似ていればいいってわけじゃないからな。よし、じゃあ今回はモノマネされて激怒した有名人5000を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、ロック歌手、矢沢永吉さんだ。ロックスター A ちゃんね。矢沢さんが激怒したのは、矢沢さんのモノマネをするタレント、石山雄大さんだぜ。矢沢さんって怒ったら怖そうだよね。どんな風に激怒したの？矢沢さんは石山さん相手に訴訟を起こしたんだぜ。訴訟？そんな名誉を毀損するようなモノマネをしたの？矢沢さんが激怒したのはモノマネそのものじゃない。石山さんがホームページに矢沢永吉が唯一認めたモノマネタレント、というキャッチコピーを書き込んだことについてだ。自分の名前を勝手に利用されたということで、平成19年に1000万円の賠償を求め、石山さんを提訴しているぜ。なるほど。勝手に認めたことにされたら怒るのも当然だよね。けど1000万円ってかなりの高額じゃない？石山さんはこのキャッチコピーを掲載することで、モノマネ芸及び自身の経営する飲食店の広告、宣伝のために矢沢さんの知名度を利用したんだ。だが石山さん自身の借金がかさみ、イベント会場を借りたが支払いができないようなトラブルが発生した。すると石山さんのビジネスには何の関わりもない。矢沢さんの事務所にも被害者から苦情が舞い込むということが発生したんだ。矢沢さんサイドに実害を及ぼしていたんだ。これは訴えられても仕方ないね。しかも矢沢さんはこんな風に自分の名前を使って、第三者が金儲けしているのを極度に嫌うんだぜ。例えば矢沢さんが来店した飲食店の従業員から、このお皿にサインしてください、と頼まれた時も、気さくにサインに応じつつも、この皿、絶対に店に飾るなよ、俺の名前で商売するなよ、と何度も釘を刺していたようだ。一般人相手にも厳しいね。また、紅白歌合戦にサプライズゲストとして出演が決まった時も、紅白の視聴率を上げるために意図的に情報を流したら、出演は辞退する、と NHK に強く言っていたそうだ。天下の NHK 相手にも物おじしないね。こうしたエピソードも人によっては、ケチと捉えられるんだけど、矢沢さんの場合、ロックって思えるからすごいよね。これは石山さんサイドが悪いと思うから、謝罪して賠償金を払った方がいいんじゃない？ところが石山さんは提訴で精神的苦痛を受けたとして、矢沢さんに1億円を求める逆訴訟を起こしたんだ。ドロドロな展開になりそうだね。結果このいざこざは矢沢さんが石山さんに誠意を込めて謝ってほしいとのことで石山さんサイドが折れ、石山さんからの詫び状と50万円を受け取ることで和解した。かのように見えたんだ。え、まだ揉め事があるの？石山さんは矢沢さんのホームページに名前を無断で利用された、と記されたことで名誉を傷つけられたとして、矢沢さん側に、3000万円の損害賠償を求めた訴訟を起こしたんだ。言いがかり的な感じがするね。この訴訟の結果はどうなったの？裁判長は、一般視聴者は、モノマネタレントが本人の承諾を得ているかどうかではなく、芸が本人に似ているか、いかに面白いかを評価している。本人が唯一認めたか否かでは左右されない、と石山さんの訴えを棄却しているぜ。ごもっともな意見です。というかよくそんな弱い主張で提訴しようと思ったね。これはもしやだけど提訴という名の売名行為のようにも思えるね。ああ、この一連のモノマネ裁判は矢沢さんが一番嫌うことだったろうな。その後石山さんはどうなったの？しばらくは矢沢さんのモノマネを続けていたようだが、現在はどこで何をしているか不明だぜ。これだけ揉めたのにしばらくは続けていたんだ。果たしてそこに矢沢さんへのリスペクトの気持ちはあったのかしら。続いて紹介するのは、長澤まさみさんだ。長澤さんって怒ったりするものなの？長澤さんの場合、激怒というより号泣だぜ。そんなひどいモノマネされたの？それは2018年に公開された50回目のファースト期の撮影の時だ。休憩時間に共演者の山田孝之さん、佐藤二郎さん、大河さんと雑談をしていた時に佐藤さんが、長澤ってよく笑い方真似されるよね、と、その笑い方を真似し始めたんだ。モノマネタレントの福田彩乃さんがよくやっているよね。
すると、山田さんもそれに続き、誇張したモノマネをする。そして最後のタイガさんはもはや別物になったモノマネを披露したんだ。だんだんエスカレートしていくわね。そのタイガさんの顔真似があまりにひどかったため、長澤さんは思わず泣いてしまったらしいんだぜ。本人が泣くまでやっちゃいけないでしょ。これは長澤さんファンもお怒りでしょうね。またその後、映画の舞台挨拶の時に、福田雄一監督がタイガさんに、長澤さんの笑い方のモノマネをするよう振ったんだ。だがタイガさんは泣かした経緯もあるため、遠慮して中途半端なモノマネを披露したんだ。会場は微妙な空気に包まれ、それを見た長澤さんは、そんなんじゃないじゃん、もっとひどいのやってたじゃん、と激怒。やるならちゃんとやってほしい、とブーイングを飛ばしたぜ。これはタイガさんが悪いかな。ここは誇張しすぎたひどいモノマネをやるべきだったわね。このモノマネで長澤さんを泣かした出来事は、本人が不快に思ったらそれはアウト。芸人でも悪意あるモノマネが多いけど、あまり調子に乗らない方がいいと思う、と。長澤さんに同情、泣かした男性陣に厳しい意見が目立ったぜ。他でもない長澤さんの笑い方のモノマネでブレイクした福田彩乃さんは、どう思ったかな。続いて紹介するのは、柳葉敏郎さんだ。柳葉さんが激怒した相手は、原口あきまささんだ。言わずと知れたモノマネ界の実力者ね。原口さんは、踊る大捜査線シリーズで柳葉さんが演じた室井真嗣管理官のモノマネを、承諾を得ずにやっていた時があったんだ。それで激怒されたわけね。いや、柳葉さんに挨拶できる機会があった時に、いつも見ています、どんどんやってください、とめでたく公認が得られたんだ。それは良かったじゃない？なんで怒られることがあるの？その後、原口さんは調子に乗って、トイレで気張っている室井管理官などモノマネにアレンジを加えていったんだ。すると偶然再会した時、怒りに震えた柳葉さんから、お前、やりすぎだぞ、と一喝されたらしいな。ちょっとおふざけが過ぎちゃったね。その後、柳葉さんのモノマネはお蔵入り？いや、それでも過激演出はやめることはできず、今は出会わないことを祈っている状況らしいぜ。柳葉さんも最初に公認にしたことを後悔してそうだよね。続いて紹介するのは、五木ひろしさんだ。大御所歌手、五木ひろしさんもモノマネされることが多いよね。五木ひろしさんに激怒されたモノマネ芸人は、清水明さんだ。清水さんは殿下の宝刀、セロテープ芸による研ナオコさんや、谷村新司さんのモノマネで人気を博しているが、橋幸夫さんのモノマネでは本人が来たこともない水着姿で登場するなど、やりすぎてしまうことが多々あった。そんな清水さんが番組で一番怒られた人は誰か、と聞かれたとき、風の便りで聞いたのは、五木さんが怒ってる、と答え、共演していたコロッケさんも、あれは怒るよ、と指摘したんだ。一体どんなモノマネをしたの？清水さんは五木ひろしさん特有の拳を入れる瞬間に、腰を何度も動かし、下品な笑いを誘っていたんだ。ああ、清水さんといえば下ネタのイメージが強いよね。五木ひろしさんの、横浜黄昏って歌も大胆に下ネタアレンジしていたよね。そうした噂を聞き、さすがにまずいと思い、本人に会いに行ったんだ。五木さんの味噌の座の楽屋に行き、清水です。って言ったら、五木ひろしさんは鏡を見て沈黙だ。気まずい空気だね。そして清水さんが、失礼します、と言って帰ろうと思ったら、笑顔で、あんまりやりすぎるなよ、と、言われたらしいんだぜ。怖いねえ。あからさまに激怒されるよりも、笑顔で怒られると何考えてるかわからないから恐怖を感じるよね。最後に紹介するのは、研ナオコさんだ。研ナオコさんもいろいろな方にモノマネされてるよね。モノマネされることは慣れっこだと思うけど怒ることもあるんだ。研ナオコさんが怒ったモノマネ芸人は、ミラクルヒカルさんだ。ミラクルヒカルさんは、2020年8月31日放送のしゃべくり7に出演した際、噂では、と前置きしつつ、研ナオコさんが怒ってらっしゃる、と苦笑いを浮かべたんだ。なんで怒っているのかしら？ミラクルヒカルさんは、やり尽くされている方なんで、許してくれると思っていたものの、噂では、あの子のモノマネには愛がないの、と、怒られている理由を、過剰な研ナオコさんのモノマネをしながら語ったぜ。余計に怒られるよ。そんなミラクルヒカルさんのモノマネは愛が感じられないのかしら。例えばミラクルヒカルさんは、研ナオコさんが2021年2月23日に投稿した、またメイクしてみました、という動画をモノマネしている。これは独特なメイクによって、すっぴん状態の研ナオコさんがギャルへと変化していく様子が話題となり、再生回数は約500万回を超えているぜ。
険なお子さんも YouTube やってたんだね。今度見てみるわ。この動画に対してミラクルヒカルさんは、2021年3月7日にまたメイクしてみました。ミラクルヒカル×妄想モノマネ×ケンナオコ、と題した動画を公開している。ケンナオコさんのセリフや仕草、マネージャーとのやりとりなど細かいところを再現しつつも、長すぎる爪で髪をかき分ける、目に執拗にパフを当てていたがる、動物のような声で鳴くなど、おふざけな要素も満載になっているぜ。うんうん。ちょっとふざけすぎかもね。このモノマネ動画を見たユーザーからは、絶対怒られるやつやん。ここまで来ると泣ける。などと、コメント欄などには反響が広がっている。ミラクルヒカルさんは動画の最後で、こちらの動画は決して参考にしないでください、と注意を呼びかけているぜ。確かにケンナオコさんが言ってる通り、愛がなさそうなモノマネに見えるかもね。ミラクルヒカルさんのモノマネは相手の個性的な部分を過剰に誇張するタイプのモノマネだからな。リスペクトを感じにくい部分はあるかもな。だからこそ面白いんだろうけどね。バランスが難しい問題だね。以上、モノマネされて激怒した有名人5選を紹介したぜ。共通して言えることはリスペクトや愛が感じられないと、本人との間に確執が生まれやすいってことね。そうだな。ただモノマネ芸人みんなが本当にリスペクトしてるかと言ったら疑わしいところがある。あの松本人志さんも、モノマネ芸人について、モノマネの人もすごい誇張してモノマネして、ファンです。って、あのやり口はそろそろもういいかなって思わないですか?と苦言を呈したこともあるしな。わかる、いくつもレパートリーあるくせにファンっていうのもおかしいよね。怒られないように予防線張ってるようにも見えるわ。それにモノマネされた側も怒ったら器が小さい、みたいな風潮もあるけど、内心腹が立つのは普通のことだよね。そうだな。ただモノマネ芸人も似せるために、笑いを取るために相当な努力をしているのは間違いない。お互いがウィンウィンになるには、見る側も、モノマネ芸人にリスペクトがあるか見抜く力が必要かもしれないな。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。